き厨房本日のメニュー、黄金色の油の中でカラリと揚がる日本国民が今一番好きな最強のおかず、唐揚げ。今日本人は唐揚げに夢中。唐揚げ食べてる瞬間一番幸せです。唐揚げは神です。今や首都東京でもなんと60店舗もの唐揚げ専門店がしのぎを削る。行く店行く店行列は当たり前。今日本に唐揚げのメガブームが押し寄せている。ジューシーな鶏肉をしっかりタレに漬け込んだら小麦粉をまとわせ豪快に揚げる。その誘惑にもはや誰も逆らえない。しかも今夜はあらゆる鶏の部位があなたの食欲を縦横無尽に攻めまくる。ビールに最高、ご飯に極上、弾ける衣にあふれる肉汁、股間を刺激する香りが怒涛のように押し寄せる。あれね、三宅厨房今夜のメニューは鶏の唐揚げ。大注目の唐揚げ、今食べておかないと時代に乗り遅れるぞ。対する関口はこのメニューで挑む。焼き色が胃袋をわしづかみ。安くてうまくてスタミナバッチリ。餃子また今熱いっすね。餃子無敵です。今日本人は餃子に首ったて。あの餃子の王将がついに津軽海峡を越え北海道に初出店。オープン初日にはなんと徹夜組を含む150人が大行列。そして今年2月宇都宮餃子首位陥落。そう、今北関東の雄と東海の眠れる獅子が餃子で日本一の座を競い合っている。まさに日本列島を熱くするスペシャルフード、それが餃子なのだ。餃子の命はもちもちプリプリの皮、ジューシーな餡をたっぷりと華麗な技で包んだら一気に蒸し焼き。返せば現れる眩しい焼き色、色と香りが食欲中枢を直撃だ。一杯の皮からあふれる肉汁、肉汁、タレ付きご飯は天下無敵。今夜は餃子で決まりだ。